の体力はまた違うからさ生きるため何なんだろう、生きるための体力って。あー椅子の高さが足りないの。椅子が最大まで上げてるのにな。足プラプラしてるの。そうだからね、最近ね足りなさすぎて正座してる。でよく体動いてるでしょ、椅子でプラプラしてて首が痛くなってくると正座して膝で高さ上げてるのなんで正座でびっくりしてるの。え、正座しない？だってさ、普通に足さやるとさ、高さが高すぎて足の台座必要よ。座高高くする、そう座高高くするクッションさ探したの私。足しびれないの。しびれてきたら女の子座りに変える。ちょっと下がるけど痛くない、全然。私前言わなかったっけ、ちっちゃい頃あの赤ちゃん座りができなくてずっと正座みたいな座り方してたのよ。一度もね赤ちゃん座りってやつができなかったの。赤ちゃん座りすると転げるみたいな昔から星座慣れてるから。ありがとうございます、チャンネル皆さんありがとうございます。赤ちゃん座りって赤ちゃんがさあの足を前にさプランって出してさ、まあ、座り方っていうのが赤ちゃん座りっていうんだって。だから普通に赤ちゃんの座ってる姿勢が赤ちゃん座りっていうんだって。腰で普通に座って足を前にプラーンって出してるやつ。でも私あぐらみ、あそうだね、あぐらに近いやつ。でもそれをやると私あの背中にから転げるのね。絶対座れない子だったの。なんかどうしてもその座り方ができない子で、だからそれを学んだ私はいつも膝を曲げてこう女の子座りみたいな座り方をするようになった。頭が大きかった、どうなんだろうね、わかんないんだけどコロンって転がっちゃうんだって。だからよくお母さんがほらなんか同じぐらいのさ子供と一緒に遊ばせようと思って連れてくと、あら時のさんちの空ちゃんは座り方可愛いわねってすごい言われたって言ってたでも実際はできないだけなんだよなみたいなこと言ってた。